はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますで今日ご紹介する本は「エッセンシャル・イングリッシュ・グラマー」というタイトルの本で要書です でこれあのー、動画の説明欄に、えー、Amazon へのリンク貼っておきますけれども、amazonco.jp でも購入可能です。私はそちらから購入をしましたで、えーと。著者がフィリップ・ガッカーさんという方で、まあ、他にも似たような本があるので、よ、まあ、ければあの下のリンクからです、ね、買っていただくとまあ分かりやすいかなと思います。で内容としては、えーとまあ、英文法についてですね、でえー、とあんまり厚い本ではありません。でページ数としては、 170、えーまあ、ページぐらいですかねの内容になっていますでえっ、ー、と、まあ、前半はですねその文法について説明をしてましてで後半は、えーとまあ、練習問題が続いているというような感じですでえっ、ー、と、まあ、あの英語なんで、えー、とちょっと最初はハードルがあるんですけれども結構評判のいいその基本的な英文法を理解するための本というふうに、えーまあ、評判があったので買ってみました であのー、まあそんなにですねむちゃくちゃ文字数とか、えー、情報量が多いわけではなくて、まあ、これぐらいの密度の、えー、内容、まあ、あのそんなに濃くないと思います。あの例えば名詞の役割とはどういうものなんですかとかですね動詞の役割とはどういうものなんですかっていうのが、まあ、簡単にまあどれぐらいかな5分ぐらい。 あの文章でいうと5個ぐらい書いてあって、まあ、その後に具体例があってまた3分ぐらい説明をして具体例があってじゃあ練習問題いってみましょうみたいなまあなんかそれぐらいのイメージですね。そんなにあのむちゃくちゃ 内内容は国ですですのでああのまあ、今私は英語を勉強中なんですけれどもまあそれぐらいのレベルの人でもですねああそうかこれは形容詞なのかとかこれは副詞なのかとか、えー、ああここの形容詞はこういうふうに名詞にかかってるっていうふうに考えればいいのかとかなんかあの本当に基本的なですね英語の考え方っていうのがわかる本になっているのかなというふうに思います。はいでえっとまあ 何がいいかというとですねえっ、ー、とまあ、英語のその基本的な理解から始めている人にとってはですねあのー、まあ、こうやって英語の文章に取り組むということ自体がまあ、それ自体非常に価値のあることだと思いますしでもかといって内容がもちろん難しければですね途中で挫折してしまうと思いますでそういった意味でその、まあ、内容のレベル感と、えー、その英語で書かれているというバランスがですねまあ、あの私にとっては少なくともまあまああちょうどよくてまあ、た たまにパラパラめくりながら勉強してるという内容になってます。で、まあ、後半の練習問題ですね。実はまだ到達してないんですけどもまあ、これは結構普通に。あの日本のあの英語の勉強の本でもあるように、どこが名詞でどこが動詞かをまあ、判別しなさいとか。えー、まあ、イントネーションでどこを強調するかを。まあ,あのこうチェックしなさいとか。 えーまあ、どの表現がどの表現に対して就職しているのかを説明しなさいとか,、まあ、なんかそんな問題ですねなのでそんなにちょっと、あのー、これで通じるかどうかわからないんですけれども、まあ、私が生まれた地域はですね「言葉の決まり」っていうような、えーとまあ、国語のまあ基礎の基礎をまあ説明する教科書っていうのが小学校の時あってですね多分地域によってないところもあると思うんですけど。 あのそういうような本かなと思います。もう本当に基本的な国語のお勉強っていうのを小学生とかがやるような、まあ、内容かなと。まあ、それが英語で書かれていいるという感じですね、はいであのー、このチャンネル見ていただい,たい,ただいてる方で、まあ、どれぐらいその英語の、えーまあ、コンテンツに興味を持っていただいているのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、あのーまあ、比較的取り組みやすい内容で、えー、と値段もですね えっとこのペーパーバッグ新品買っても、まあ、713円と今私のアマゾンでは出てますけどもまあそれぐらいの値段ですのでですごく薄くてですね軽くて、まあ、ペーパーバッグなんですごく持ちやすいんですけどあのー、まあ 普段、カバンにポッと入れといて、まあ、どっか隙間時間ができた時にこうパラパラッと開いてみて、まあ、あの例えば一章だけ勉強してみるとか、まあ、そういう勉強の仕方がいいんじゃないかなというふうに思います。例えば、一、えー、章で言うと、もう下手すると2ページで終わっちゃうところもありますし、えー、まあ長いところでも多分4、5ページあ、もうちょっと長いかな。でもまあそれぐらいですね。そんなダだラダラと、例えば名刺だけで引っ張るようなことはないんで、まあ、あの比較的隙間時間でも取り組みやすい本かなというふうに思います。 ははい、今日は以上です、えー。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。